はい、ということでね、青春オーバーランチャンネル登録者数5000人ということで街頭インタビューをしていきたいと思います。あ、ちょっと行きましょうか、あの人。すいません、はい、ちょっといいですか。あ、はい、ですね、はい、青春オーバーランがチャンネル登録者数が5000人いったんですよ。はい、そのことについてちょっとお伺いしたいなと思うんですが、青春オーバーラン、はい、あ、5000人、5000人って何ですか。はい、あ、チャンネル登録者数です。あ、YouTube ですか。はい、そうです、そうです。あ、一応見てます、多分。はい、確か高挨拶されるスニーカーの紹介の方ですよね。違うかな。3000人登録、12月3000人いった方。いや、5000人いった方がいるんですよ。あ、はい、バナナのマークの変な気持ち悪いおっさん2人なんですけど。ああ、見たことあります。見たことあります。あ、本当ですか。はい、あります。ああ、よかった。じゃあ一言いただけますか。はい、おめでとうございます。いつもイージーの切断式とか僕非常に楽しみにしているので、まあ、今後もよろしくお願いしたいなと思います。楽しみにしてます。応援してます。ちょっともう一人ぐらい聞いてみましょうか。そうですね。はい、あ、ちょっといいですか。はい、ちょっといいですか。はいはい、ちょっとインタビュー、あ、いいです、お願いします。あ、いいですか。あ、テレビですか。YouTube なんですよ。あ、 YouTube、 はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、はい、青春オーバーランがチャンネル登録者数5000人になったんですよ。それについてね、ちょっと一言コメントいただければなと思いまして。あ、5000人ですか。はい、5万人じゃなくて5000人です。ああ、でもすごいんじゃないですか、5000人。あ、はい、ありがとうございます。はい、すごいです。あ、青春オーバーランさん。あ、僕です。あ、はい、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、知ってますか。見たことありますか。どういうネタやってるんですか。そうですね、スニーカーとかが有名なんですけど。あ、そうなんですね。はい、あ、でも、あれですか、頭もじゃもじゃの。そうです、そうです、そうです、そうです。あ、はい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 、アフロヘアの。そうなんですよ、イージー履いてらっしゃるんで。あ、はい、結構見ますよ。あ、本当ですか。はい、なんかスニーカー研究とか。はい、ということでね、今度は秋葉原に来てみました。行きましょうか。行きましょうか。はい、はい、はい、ですよ。はい、もう卒業ですよ。卒業ですね。話した、行こう、話した、はいよ、話した、行こう、すいません、すいません、はい、はい、はい、ちょっとインタビューをお願いします。おー、おい、おい、青春オーバーランという、青春オーバーラン、青春オーバーランが、チャンネル登録者数5000人いったんですが。おー、マジですか。どうですか。おめでとうございます。あー、ありがとうございます。なんかコメントとか。青春オーバーランって、YouTube の。そうなんです。はい、すごい。あ、でも僕聞いたことありますよ。なんかよく、はい、なんかプレゼント企画とかよくやってますよね。なんか、あ、うん、あ、やらないことはない。やらないことはないですか。はい、今回、はい、じゃあ5000人超えたってことでなんかやらないですか。え、プレゼントですか。プレゼント、うん、いや、まあ、うん、考えてないこともないですから。ないですか。まあ、やらないかやらなきゃ、うん、やるね。やるね、やるね。やります。はい、僕全然ね、聞いたことあるんです。友達が見てて、うん、ただ全然見たことないですけど、はい、なんかやるんだったらね、ぜひチャンネル登録とかもするし、うんうんうん、なんか見るし、あ、本当ですか、本当ですか、本当ですか。あ、じゃあもうぜひ、やりますんで、ぜひ、はい、はい、プレゼントは何やるんですか。プレゼント、うん、まあ、靴、スニーカーとかいいんじゃないですかね。スニーカーいいですね。はい、うん、あ、いいスニーカー入ってます、ね。ありがとうございます。はい、じゃあ、じゃあ、まあ、ありがとう。あ、今、はい、むしろ切りなし、行きます。いや、いやいやいや、大丈夫です。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 みんなありがとう。ありがとう。放送席、チャンネル登録者数5000人を突破した青春オーバーランのお二人です。ありがとうございます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、5000人を突破したということですけれども、はい、今の率直なお気持ちをお伺いしたいと思います。超気持ちいいです。嬉しいっす。これですね、5000人ってやっぱすごい数字だと思うんですけど、はい、今このホール A、 東京国際フォーラムのホール A に入る5000人と同じ数がチャンネル登録者として今登録されているということなんですが、それについてはどうですか。
いや、超新星さんとね、同じぐらいのね、人数を集められたということはね、いや、素晴らしいことなんじゃないかなと僕は心から思っております。はい、これもね、一人に皆様のおかげです。そしてね、何よりも忘れちゃいけないのはね、みっちゃん、ゆうきさん、たけさん、その他いろんなメンバーいらっしゃいます。手伝ってくれたその方にもね、感謝の気持ちでいっぱいです。いっぱいです。はい、ということで、じゃあ最後にですね、お二人から、この気持ちをどなたにまず伝えたいかというところですね、お伺いしたいと思いますけども、まずじゃあまずマシコさんから。はい、ボケた方がいいのかな。いや、どうだろう。まずはボケてほしいですかね。ボケた方がいい。はい、ボケた方がいいと思います。ガクト。ガクトさんは画面の向こうの君に。はい、ということで、はい、2018年ということで年も明けましたけれども、5000人を突破して今年1年ですね、はい、どんなチャンネルに、またどんなことしたいかななんてことも伺いたいなと思うんですけど。そうですね、まだ具体的なプランは何も考えていないんですけど、そうですね、いろんな人に会って、いろんなことをして、いろんな靴を履いて、いろんな角っちを見て、うん、そうですね、いろんなゆうきさんを見て、うん、いろんなたけさんを見て、はい、いろんなみっちゃんを見て、うん、いろんなことをしたいです。はい、はい、よくわかりました。角っちさんはいかがでしょうか。6時間どん兵衛にチャレンジしようと思います。6時間どん兵衛、あー、なるほどなるほど。確かにご飯系もね、そうですね、本当にスニーカーだけではなくていろいろやられてたと、ね、そうですね。今じゃマシコさんの中でスニーカー以外で何かこう構想的なものがある。スニーカー以外ですか。そうですね、まあ、あれですね、明日の動画をまず見てください。ほう、明日の動画はどんな風な、はい、まあ、言える範囲で明日の動画を見てください。ただそれだけということです。まずは素晴らしいマスターベーションを見せることができると思います。これ非常に楽しみですね。じゃあ、まあ、明日から青春オーバーランから目が離せないというところ、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。ではそれでは最後に一言ずついただいて、また明日から楽しんでいただきたいと思いますので、では益子さんからお願いいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。青春オーバーランの益子です。いやー、ね、今目の前にいる5000人のファンの皆様のおかげで僕はこの有楽町の光景を見ることができます。何言ってんだろう。一歩一歩人生を踏みしめながら歩いていきたいと思います。この後やりづれな。みんなありがとう。あ、そうだ、明けましておめでとうございます。青春オーバーランの門倉で、青春オーバーランの門内です。益子さんのね、言葉もありましたが、今後もよろしくお願いしたいと思っております。みんな頑張って大家を広めていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、会場の皆さん、放送席、青春オーバーランの2人に温かい拍手をお願いいたします。青春オーバーランでした。またねー。東京ドームやるか。もう2回目電話途中で切りやがった。繋がんない。何回かかけたんだけど、全然だ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。です。今度は、ね、リーダーとかなんて。じゃあレーベル、どうしよう。何やってんすか。くだらない放送なんて別にどうでもいい。これどこがコスミックジェネレーション。お前何なん。どうしたんすか。人さんは何がしたいんですか。